ヤンバルクロギソ。おったしましょうか。うわー、レオパみたいなんいるじゃん。コロギス食ってる。あ、クロギスいた。マジ、マジで、マジ。行きましょう。あー、来たよ、リンドー。ガチリンドー来ました。やばい、どこまで入ってくの。はい、皆さんこんばんは、もしおかです。沖縄の夜の森にやってきております。今日もやばいよ。ヤンバルクロギリスを取りに来ました。行ってみよう。ヤンバルクロギリスはね、1980年代後半に初めて発見されて、新種として報告されたのが95年らしいんですね。ちゃんとクロギリス科という独自の科を持っている昆虫です。そして今我々が歩いているのが秋、10月でございます。10月になるとこの森の地表で見れるらしいんです。なんで秋にならないと見れないかというと、ちっちゃい幼虫時代は土の中で生活していて、餌食べる時だけ地表に出てくる。でも成虫になったら繁殖活動とかで地表を歩き回るみたいで、この10月頃が発見しやすいらしいです。よく皆さんコロギスを見て日本のリオックなんて言いますけども、実はリオックはクロギリス科です。コロギス浄化のクロギリス科です。だから日本のリオックというのにふさわしいのは、実はこのヤンバルクロギリスなんですね。このクロギリスの仲間は日本で3種類確認されています。ヤンバルクロギリス、八重山クロギリス、屋久島クロギリス。その中でも一番でかくなるのがヤンバルクロギリスだそうです。大田さん、じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤンバルクロギリス、おったしましょう。おったしましょうか。ちょっとヤンバルクロギリスいた時は大ちゃんさんのおったで締めたいですね。わかりました。おったって言いますね、見つけたら。よろしくお願いします。イグルー、なんやその格好は。その格好で森に入っていくのか。ヤンバルの森を舐めすぎや。今日も頼むぞ。頑張るか。ヤンバルって頑張る。頑張るの森。え、ヤンクロってもうこの道から出てくるの。あ、どこでもいます。もうどこでもいる。あんなかっこいい虫がどこでもいる。はい、またまたここ入ってくんか。すげえな。イノシシが出そうな獣道ですね。やだやだ、怖い。やだやだ。なんかいました。何もいない。何やで。でもマジクロギリス見つけたらこのスーパー無償化ボトルかぶせてやるからな。出てこい。うわ、デカガニ。沖縄にはね、触ってはいけないカニがいっぱいいるんですね。天然記念物のカニとかがいるんで、むやみやたらに触れないんですよね。あ、これやっぱ捕まえたらあかんやつ。そうです。沖縄大沢ガニですね。希少野生動植物種保護条例とかいうので規制されてるやつですね。沖縄大沢ガニのメスですね、これ。かわいい。おちゃんさん、僕触りたい。ダメっすよこれ。ち、沖縄以外の場所でやってください。沖縄本島にしかいませんけど。イグルーが捕まえた。イグルーさんが木登りトカゲ捕まえました。かわいい、恐竜みたい。これ捕まえてもいいやつなの。これは大丈夫です。うん、一応絶滅危惧種ではあるんですけど。じゃあ沖縄に昔からいるんだ。あの、街中にも結構いたりする。本州でいう日本カナヘビとか日本トカゲのポジションにいるトカゲですね。あ、それぐらいの感じなんや。開発でどんどん追いやられてるので。うん、あと外来種のグリーンアノールっていうやつの影響もあるので、どんどん減ってる生き物です。あ、生き延びてほしいですな。はい、この今歩いてる林道はイグルー氏がヤンバルクロギリスを以前見たという林道です。どんな感じでいたんですか。あ、真ん中にいました。真ん中にいた。はい、黒いツヤツヤとしたやつがいたんです。キターって思って。こんなキャピキャピしてんじゃねえよ。センターイグルー、ライト鬼、レフト虫岡。本気でこんなクロギリス探すことがない。いつも本気で探そうよ。いつも本気で探してるんですよ、片手ますよ。でもそういうとこも好き。うん、それぐらいの方がいいのかもしれませんよ。物欲センサー働いちゃうんで、あんま必死になると出てこないっすよ。いつも虫岡は熱く熱く諦めない心を子供たちに教えるような昆虫採集をしてますけど、それじゃダメかな。その心をちょっと奪いことをクロギリスには隠すんですよ。なるほど、クロギリスに悟られないように、まあ、興味ないわみたいな感じで。クロギリスとかどうでもええわほんまに。どうでもええわ。どうでもええほんま。どうでもええ。しょうもない。大ゲジ脱皮してると思ったらコロギス食ってる。バカ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 。うわー、ヘビ。うわー、ほほほ。噛まれない。いや、噛まないですよ、おとなしいんで。怒ってる怒ってる怒っとる。ちょっと威嚇気味ですね。危ない危ない。かわいいでちゅー、ヘビちゃん。うわ、筋肉もりもり。かわいいっすね。カーペットシートみたい。うわ、なんか変わったエンマコオロギがいる。これ多分台湾エンマコオロギだ。色が違う。赤みが強いっすね。本州にはいないっすね、これはね。いませんね、このエンマは。鼻先ガエル。すごい色してるね。かわいい。かわいい。かわいいでしょ。これ鼻先が尖ってるから。わかんないっす。違うんかい。コケコケ。おった。なに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 、イモリ。でかくない。イモリや。沖縄シリケンイモリが歩いてますね。でかい。かわいい。うわー、かわいい。かわいいですね。沖縄シリケンイモリ。うわー、レオパみたいなんいるじゃん。黒岩トカゲモドキ。すっごー、天然記念物なんだって。喉がピクピクしとる。かわいいな。元気で生き延びるんだよ。
これ何ツエムシだろう。なんか頭ヒメツエムシみたいな形してるけど違うな。なんだろうなんだろう。うわー、マダラコオロギだ。これ多分この周りで鳴いてるやつ全部そうですね。マダラコオロギ、おった。沖縄石川ガエルですの色彩変更体。うわー、綺麗。天然記念物らしいです。ブルーや、うわ、すごい色してる。緑色ですね、本来は。で、黄色色素欠乏で青色になってます。ヤンバルの森でしっかり生きるんだよ。何あのハグロトンボ、めっちゃ青いっすね。あのハグロトンボやばいっすね。ハグロトンボなんですかね。この根元の青がやばいですね。根元の青、ちゃんと青い色素がついてるんですね。うん、ただの構造色じゃなかったんですね。飛んだ時めっちゃ綺麗でしたよ、これ。昼間飛んでたらめっちゃ綺麗なんじゃないですか。やべえな、この道。樹洞っすね。樹洞っすね。クロギリス潜んでねえかな。成虫になるとこういう樹洞で生活するらしいんですね。幼虫もなんかな、もしかしたら。飼育下でしか潜らないんかな。あ、クロギリスいた。マジ？マジで？マジ？俺ボトル持ってます。ここ、ここ。あ、オッケー、いたいたいた。うわー、いたー。でかい、でかい。かぶせれるか。頑張るしかないですね。はい。ナイス。あ、いた、いた、いた。ナイス。あ、雪山ガメおる。え、ほんとや、雪山ガメ。これは天然記念物だ。でかい、でかい、でっか。やったー。うわー。取れたよー。来ました。僕が今回沖縄に来た一番の目的です。いや、やりましたね、おーちゃんさん。でかいっすね、これ。でっかい。やばー、リオックやん。やばいっすよ。そら日本のリオックと言われるだけありますよ、これ。俺がガチリオックですね、日本の。そうです。顔がね、やっぱコロギスとちゃうんすよね。ちょっと目が近いんですよね。リオック寄りなんですよ、顔が。いやー、やりました。やったー、ヤンバルクロギリス、おったー。いや、マジか、こんなとこにいるんや。昆虫がいそうにないのに。来た来た、おった、いった。危ない。そこです。うわー、ほんとだ、いたー。でけえ。なんか異質っすね。おるで。ケソなし。かっけー。あ、君はコカブトだ。ちっちゃいね。こんなとこ歩いてたら潰しちゃうよ。沖縄コカブトだね。10月やのにいるんやな。あ、おった。なんだと。あ、行きました。いや、今、足、下、下、下。どこどこ。おーちゃんさん、取った。取りました。クロギリスや。樹洞に潜んでました、ヤンバルクロギリス。マジ、さっき覗いたっすよね、あれ。なんかすごい奥にいたんじゃないですか。もしくは新しく来たとか。オスですね、今度は。お嬢さん、痛かったっすか、これ噛まれて。めっちゃ痛かったっすよ。そんな痛くないっしょ、でも。いや、やめといた方がいいって、絶対痛いって。あ、だだ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 。顔面でかい昆虫は痛いっすね。ダメっすよ、頭でかいやつは。かっこいい。あった。イグルーに引き続き、おーちゃんさん、まさに今でクロギリス見つけてる。虫よがだけ見つけてない。バチクソ悔しい頃は。やべえ、どこや。こんなんじゃ帰られへんって。どこや、出てきてくれ、頼む。やった、虫よがも見つけた。やった。全員見つけた。あったー。もう虫よがだけ見つけられへんくて、今ちょっと半泣きになりながら森に潜ってってた。でかい、でかい。これ超でかいですよね。今日一でかいじゃないですか、そいつが。めっちゃでかい。やったー。全員1匹ずつ見つけた。やったー。ヤンバルクロギリス、せーの、おった。また臭いヘビ掴んでる。また臭いの、おった。危ない。匂い嗅ぎたい人がいるらしいんで、ちょっと捕まえました。臭いの嗅がしたい、虫岡さん。臭ないやろ、言うて。そんな、この穴が終戦。はい。臭いの、そんなに。臭いっすよ。バリ臭いっすよ。手に取って。手に取んの、これ触んの、はい、最悪。うえ、うわー、きったれ。うわー、これがやば。うわ、大変だ。「愛してもいともたやす